プロ雀士が集まる憩いの場、麻雀遊戯カフェ、いらっしゃいませ。さあ、ワッツさんをお迎えしている麻雀遊戯カフェ、続いてのコーナーですね。丸太カフェ、お疲れ様でしたということで。あ、実はね、同じくね、カフェを経営しているカフェ仲間だったんですね。あ、そうなんですよ。どうしたの、カフェ仲間。カフェ仲間だった。はい、あ、それは共存いただきたい。いただきたい。共産希望。なるほど、ね。で、丸太カフェさんには、はい、京子さんと一緒にですね、我々一回お邪魔はしているんですけれども、はい、まあ、結構惜しまれつつ、ね、ちょっと丸太カフェは閉じることになったということで、まあ、ちょっと思い出とか含めてですね、うん、丸太カフェのことをいろいろちょっとお聞きしたいなと思います。お願いします。え、なんじゃこりゃ。結構ですね、人気だったと思うんですけどね。すごいあれですからね、はい、画期的でしたからね、うん、そんな値段で会えるんですか。しかもね、それこそ後藤咲プロとかね、一日店長とかいろいろやられてましたし、まあ、みんなで楽しくね、お客さんともね、いらっしゃったかと思うんですけど、まあとにかく楽しかったですね。何年ぐらいだっけ ?2年 ?2年弱ぐらい。2年弱ぐらいか、うん、途中でフーディー作ったんですけど、うん、オープンにまずフーディーが間に合わず、うん、やっぱり自分のテリトリーじゃないんで、うん、結構難しかったですね。納期とか、うん、うまいこといかないし、うんうん、もっとちゃんと詰めて始めれば、うん、とかもっとコネがあればとか、まあ、いっぱいいろんなありますけどね、やっぱ2人でアパレルを出したいっていうのがやっぱ強くあったの で、うん、でそれがプリントをするような形ではなくて、型から作って生地を選んで、うん、みたいな痩せて見える服だったりとか、うん、こう今流行りの形だったりとかみたいなものを作りたかったんですけど、うん、まあ、ちょっと工場の都合で、うん、それがなかなかうまくいかなくて、うん、まあ、今回はここで終わりと、うん、別に人生が終わるわけじゃないので、このカフェは一回終わりで、ロープがねちょっと作り厳しくなっちゃった、うん、あ、そっか、もともとはアパレルをやりたくてってことなの、はい、そうですね、それなんですけど、うん、買ってすぐ帰る、じゃちょっとかわいそうかなと思って、うん、コーヒー置いた、うん、カフェをメインでやってたわけじゃないですか。そうなんだ。あ、もう洋服をメインでやったんですけど、うん、その洋服の準備がうまくいかなかったんです。そうなんだ。そう、うん、難しかったね。そうなんだ、俺カフェがメインだと思って。あ、いい、洋服がメイン。そうなんだ、あ、じゃあ別にそのカフェでそもそも儲けようとかあんま思ってなかったんですか。カフェで儲かるのは多分相当難しいんじゃないですか、うん、あ、そうなん、有名女流プロ使ってますし、うん、じゃあ人件費がお金がただならないし、ね、じゃあ、つまりそのコーヒーが飲める洋服屋さんっていう意味、そうイメージだった、休憩できる、はい、でダーツも置いちゃったんで、ダーツもできて、ちょっと一杯飲める、うんうん、お洋服屋さんっていうことですね。ああ、うん、でもそういうお店ありますもんね。の、うん、全然、はい、アパレルカフェ、うん、ありますよね。都心部の方行けばあるんで。じゃあその閉店したのはその先ほど言ったアパレルの方がまああんま結構コントロールしづらくなっちゃって。そう、まあそれもあるし、あとスタッフがちょっと有名になりすぎた。ね、ちょっとスタッフが売れっ子になりすぎてスケジュール取れなくなっちゃった、働きの人がいなくなってきちゃった、どんどんもうどんどん有名になってってわって広がるじゃないですか、うん、で会ってみたら素敵な人だったっていう、まあ、私が集めてるんで当然なんですけど、うん、性格のいい、うん、くて可愛くてスタイルのいい子を集めてるから、うん、まあ、広がってっちゃうんですよ。あ、引き抜きに来た方もいらっしゃる。そう、ワクツさんの心理感が良すぎるのも考えもんですね。いや、もうね、みんな売れちゃった。やっぱ目がいいなと思って。間違ってなかったわ。間違ってないよかったなみたいな。マリちゃんが連れてきた子とかもね、あ、いいと思うんですけどとか言って、もうじゃあマリちゃんが言うならじゃあ行こうって。そうだよね、めっちゃ可愛いこの子と思って。で、可愛がると女の子ってどんどん可愛くなるんですよ。どんどん可愛くなってどんどん人気出て、で、
さくら店長がやっぱりすごくてね、接客がすごいっていうか、その人のこう懐に入り込むのがすごい上手で、そのスキルをみんながこうどんどん身につけていったっていうか、まあ、私の昔からのスタイルなんですけど、絶対お客様は物じゃないので、みんなの仲間だよっていう風になったから、まあ、どんどんマリさんのファンの人が桜のところに行ったりとか、私のファンの人がどこに行ったりとかいうのがどんどん広がって、めちゃくちゃ大きな輪になったんですね。大きな森になったみたいな。しかし、それにしても人気が出すぎた。みんな忙しくなっちゃって。もうちょっと抑えてくれてもよかったんじゃない？いやでもね、ほんとね、可愛い子がね、可愛い子と働いてるからね、どんどん可愛くなってくんですよ、さらに。それが他の店行ったら、その力発揮しちゃって。発揮しちゃって。なんだったら、うちの店の子たち集めてイベントするとかとかも増えちゃって。それはちょっとあれだな。いやいや、全然いいんですよ。もう、広がればいい。その子たちがね、人気出るのが大事だから。そうだよね。お客さんとしても嬉しいことではありますか。そう養成所になっちゃいました。あ、養成所。可愛い子、可愛い子と一緒にいる方が可愛くなるからね。またそれは絶対そう。だって可愛い子がさ、なんか可愛くない子とこにいてもさ、みんなにチヤホヤされてさ、なんか可愛い満足しちゃいますね。そう可愛くならないんだけど、うちの子たちみんな可愛かったから、どんどんみんな可愛くなって。すごいですね。でもなんかやっぱお店出店にあたって費用も結構使う、なんか内装も結構こだわってたじゃないですか。もうでっかい木生やしたりしましたからね。あれインパクトあるよね。やっぱそれなりに結構こうダメージはあったんですか。そのまま引き継いでいただいたんで。じゃあそんなにその損害があったとかでもなくみたいな。洋服は作った分のそのコストぐらいはもう全然普通に出ちゃうんで、ただただ寂しいだけです。みんなが集まれる場所が、集まれる場所が一人スタッフで実家が1個なくなったって言って、泣いてる子が寂しいですね。居心地が良かったでしょうね。じゃあね、だいたい娘ぐらいの年の子たちだから、実家で負けた時一人になるんじゃないよって、リーグ戦とかね、タイトル戦で次に帰るんだったらここに来いよって言ってあったから、来てね、泣いてる子とかいてね、カフェモカ飲むみたいな、ホットケーキ食べるみたいな、優しくてね、あったかい。うちもアパレル扱ってますもんね、パーカーとか。うちの扱ってるアパレルは思ったほど全面に出してない。全然売る気はあんまり、いやいや、ありますよ、ありますよ。そんなことはね、じゃあ最近はそのコラボとか、女優プロの方にデザインしてもらったりとかはしてるんですけど、あんまり売れないですね。まあいかんせん、麻雀を絡めすぎ。そうですね、僕らおしゃれじゃないんで。全然。さくらさんの可愛いですけどね。まあ、麻雀好きな人じゃないといけないか。やっぱ難しいなって思いますけどね、そのこう麻雀遊戯王みたいなブランドのグッズとかってなると、誰かのファンっていうより、なんか結構いろんな方が出てくるチャンネルなんで、固定のその誰かファンみたいな、まあ、だからマリチューぐらい、でもマリチューの商品って別にないんで、遊戯王とか。ちょっとね、事務所に多分取られちゃいます。そうね、めっちゃね、だから使いづらいでしょうね。使いづらいです。作ってほしいけど、私が大体作ってるやつは、電車に乗れるっていう、めっちゃ乗れる、電車に乗れるよっていう、電車乗りづらいじゃない、キャラクター T シャツ。そうですね、集まりには行けるし、このそうなんですよ、ここに来るのに、そう、ここに来るのに来てこれるけど、上になんか来てこなきゃいけないみたいな。なるほど。でもそんなこと考えたら、ぐんごさんはワージャン UK の T シャツで平気で電車乗ってました。そういう人もいます。あれはぶんごっていう、しかもなんだったら、あれ文吾バレてもいいわけじゃないですか。そうです、あの T シャツ着てって電車乗って、あれ文吾さんですかって言われたら、やつめっちゃ喜ぶ。そうなんですよ、そうなんですよ。じゃあ一般の人来ます、あ、麻雀遊戯王の人 T シャツ着てる誰かだなって見られるだけだから。なるほど、そこが文吾との違いだよね。いや、ちょっとその対象を間違えましたね。悪目立ちだったんだ。いいアピールというかね、公園でイベントとかやったらいいんじゃないかな。なるほど、逆寄せみたいな。そう、公園で色物としてイベント来て、で
であれを着てる人は参加できますみたいになったら、そしたら行ってわーってなって、なんだろうあれって言ってめっちゃおもろいって言った人は、あれマージャン遊戯王の T シャツじゃなくてあれ収録やってんじゃねえみたいになるから、なんかそっちの方が使い勝手がいいかなって思う。確かに、なるほど、やりますか。そっちの方、うん、外で、マッチャイルギョン T シャツ着たらちょっと分断いたら面白いですよ。でも面白いよ、面白い、めちゃくちゃ昭和のやつですよね。気になるあれなんだ、あれなんだ確かに気になりますね。気になるめっちゃ気になる知ってる人はあれやってる、ブルモさんいるかなってなるから、面白い。まあでもそれでもね、ワックスさんとコラボしてもいいんじゃないかな。そんなことそんなことより、やってくんねえけど。やってくんねえ。ワックスさんにデザインしてもらった方が、でもなんか電車で着れるんで。電車で着れるの大事なのよ。電車で。でも素材とかこだわってないんで。そうそう。だから恥じかれちゃいます。受注生産のなんかその、そのデザインを入稿して、いろんなアイテムにそのプリントでやってくれるみたいなところしか使ってないんで。まあ、そういうちょっとこう実はこだわりみたいなところはないじゃないんですよね。プリントの手法まで指定してますからね。今日はラバープリントかな、これは、うん、ラバープリント。いやでも本当おしゃれですよ、僕も一着持ってて、うん、ありがとうございます。滝沢プロから、うん、あ滝沢いただいて、で結構着てたんですけど、お母さん関係者と会う時に着てったら3人被ったんですよ。それなんですよ。ああなるほど、問題よね。めっちゃかっこいいんだけど、ね、3人被ったらさすがにはずっと思って、それがね一番の問題なんですよ、うん、そうだからあの麻雀店とかで会う分には、うん、あってなっていいんですけどね、うん、宮村くんっていう友達が、うん、普通に買ってくれて、普通にジャンソー行ったら普通に被って、もう二度と着ないって言って、ミヤムですよ。ミヤムとルーキー坂ですよ。ミヤム、滝沢、あ、そっかそっかそっか、うん、それで被ったんだ。ひどとか思って、かっこいいんだよ、3人ともかっこいいんだけど、かっこいい。確かに同じ T シャツが何人もその場にいるとちょっと気まずいですよ、ね、気まずい、恥ずかしいですよ、気まずい。いやなんかね、あの、あれはね、うん、2パターンしか作んなかったね。カラーが2個しかなくて、うん、滝沢さんが赤入れたいんです、うんうん、言葉とかもすごい意味があって、うん、紙の中に入ってるやつ、うん、あの言葉とかもサイト行ってみればわかるんだけど、結構かっこいいこと書いたんですよ、ロックなんで滝沢さん、うんうん、まあそこまで見て買ってる人は多分一人タグはたまんないです。意味わかんないけどタグはかっこよかった。そう意味はあったんですけど、実はしかもあれ手書きなんで私。あ、そうなの。スケッチブックに落として、あのイラストレーターで撮ってもらった。あ、そうなんだ、あれ、こだわってる。あ、難しかったです。そうなの。まあでもまだやってますけど、うん、でしょ、これからもやっていきますけど、うん、こうやってあれでしょ、通販っていうのだから。そうです、これ受注生産です、うん、あの受注生産、これ受注生、これも受注生産なんですけど、もともと自社のアパレル持ってる会社さんでやってるんで、うんうんうん、工場もあってみたいなとこでやってるんで、そこで作ってもらってやってます。なるほどね。じゃあそれ以外着ないとね、かぶっちゃうから。いやでもね、福岡駅とかで見つけると感動します。あ、それは感動するよ。すごい感動する。全国で、地方の人が、あの今空港でワクスさんの T シャツ着てる人いたんだけどとか言って、あの本高なんかが、木原と富山の雀荘行ったら、雀荘の中に3人いたんだって、ワクス T シャツ着てる人って。ほんで写真撮って送ってくれて、で富山に、富山すごいぞと思って送ってくれて。いいやつだな。広がってますね、ワクスさんの輪が。そうみんなやっぱ着やすいって思ってるんですよ、出るし、うん、あとはあのコミュニケーションが得意じゃない人が会話のその、うん、とっかかりになるみたいなので、うん、一番最初はそういう感じもあった、うん、だんだんデザインを気に入ってリピ買いしてくれる人とか、同じやつもう一回買っていく人とかもいるから、気になって、うん、あ、もうちょっといい感じになったなと、うん、もうお店やんないんですか。店舗と人件費のリスクがあるから、安い工場を見つけたらって感じなんですけどね、まあ、なかなか骨がないと難しいですよね。それでもやっぱり、ね、実家がなくなったって悲しんでる方もいたぐらいですから、うん、やっぱお店でまた出してくれたらっていう思ってる方もたくさんいるんじゃないですかね。私は結構昔から知ってることなんですけど、うん、これだけは若い子たちには言いたいのは、自分の遊び場は自分で守らなきゃいけないから、うん、その
遊び場ってなくなった時に分かるんですよ、うんうん、あ、なくなっちゃったってなるから、うん、だからなくなってほしくなかったらいっぱい行くべきだし、いや間違いない、そうそうそう、うん、いっぱいその例えば麻雀さんとかでも、うん、なくなってほしくなかったらいっぱい行くべきなんだよね、うんうん、でなくなって初めて分かる、うん、実家ある、はい、実家なくなった時びっくりする、そうですよね、実家がないってこういうことみたいな、当たり前のことが、うん、そう、まあ、でも実家がなくなるってことは自分がちゃんとこうやってたとかは関係ない、実家はね、うん、けど遊び場って自分で守れる、うん、自分が遊んであげればそこをずっと守れるから、うん、これは結構みんな知っててもいいんじゃないですか、あー、それは分かる、ラーメン屋とかですごい思います、そうそうそう、ラーメン屋さんとかなくなっちゃったとかあんのよ東十条のさ、東十条、うん、ね、チャーシュー握り、うまっ、ね、待って、食べてないよ、ひんだだけで美味しい、ひんだだけで美味しい、ひんだだけで、マリオンっていう中華屋さんの、ね、チャーシュー握りがめちゃくちゃ美味しかったんだけど、大将が亡くなられて、それしょうがない、二度と会えない、二度と会えない、二度と会えない、なんか好きなお店とかって例えばなんかそのあんまり混んでない店が結構多かったりして、うん、でも結局ねそれで潰れちゃったりするから、でその時になって初めて初めてもっと行っていけばよかった、まあ、閉店間際にみんな集まるんだよね、で満員になっちゃってさ、そう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 、まあでもアーティストとかもそうですよね、バンドとかアイドルも、あのライブやっぱ動員数少なかったら解散しちゃうんで、そうそうそう、じゃあ推しなのにでも別に見に行ってないってなっちゃうとやっぱなくなっちゃうよ、そうですね、そうそう、で解散ライブだけ集まるんだよね、そうそうそう、あ、これあれもにも通じるじゃないですか、うん、麻雀プロもう推しとかないと、うん、推しの仕事がなくなって推しが消えちゃう、あ、うん、解散とか引退とかを知ってから、うんうん、で応援する人がいますけど、それだと遅い、うん、それだとちょっと遅いかな、うんうん、好きならね、うん、ちゃんと、うん、ちゃんと推した方がいい、でも我々マルタカフェメンバーはやたらめったら若いの使ったんで、うん、どっかでまた絶対にまだまだいっぱい会えますので、うん、はい、いろんなとこに会いに来てください、はい、うん、ね、はい、あのマルタカフェの常連じゃなかった人も、うん、うちのスタッフだった子は絶対気に入ってくれると思うので、うんうん、ちょっと会いに行ってあげてほしいなと思います、うん、私が可愛いって言えるぐらい可愛いです、うん、お墨付き、お墨付き、ワクツのお墨付き誰やねんお前私ダメだっていう話だけど、そより可愛くしてどにかなってます、そうです、会いに行ってください、みんな可愛くていい子です、うん、いいですね、遊び場がね、はいはい、うん、あるうちに、あるうちに欲しいしね、会えるうちに会いに行く、そしてうちの子はみんな可愛いから見通してくれこの2点だけお願いします まとまりました。はい、マージャン遊戯王も亡くなる前に見ていただきたいと思います。そうですね。そうですね。そうだぞ。そういうことだ。ただマージャン遊戯王が亡くなるときに理由はちょっと違う気がします。なんで？そういうこと大丈夫？大丈夫？頑張りましょうね。まだ大丈夫。まだ全然大丈夫、はい。みんないっぱい見てね。うん、Mリーグに入りたいぜっつってあんま入ってる感じはなかったです。そういう感じだよね。もちろんね。うん。あ、Mリーグ楽しそうじゃん、みんなに会えてみたいな、ぐらいの遊び場を求めてきたんです